それでは、若が以前竜殺しと戦った地域の調査についてですが、調査中勇者と遭遇しました。え、名は岩橋智樹。見たところ若と同じ年くらいだったかと。何やらよからぬことを企んでおった上に、控えめに言ってもクズでしたが、己の力に溺れ欲に飲まれたもののようです。同行していた公女の思考を読んだ際、銃なる武器についての心象が。威力は魔術には劣るとはいえ、小型の銃で暗殺とか、場合によっちゃ大量虐殺なんかにも。若に内緒で始末しようかとも。危な！不愉快でもいきなり殺すとかなし。僕の情報については？若についてはその、何でも戦場に湖を作るほどの一撃を放ったものが。湖ってなぜ笑う？いえ、失礼しました。それじゃ今度は僕らの報告かな。ずいぶん表になっておられるとか。じっくり腰を据えてお聞かせ願いたいとです。この暑さは何？そういえば